け継がれる粋なお寿司。老舗の味に舌鼓、静岡市葵区八千代町にある八千代寿司鉄。明治時代の中頃に創業した寿司の老舗。広いカウンターは貫禄がありつつも温かみのある雰囲気です。静岡の寿司鉄はここが発祥になります。今親父が4代目、はい、で私が2代変わったら5代目。粋に握ってくれるのはお店の一番人気、駿河の握り。焼津の小川港から仕入れているネタ10貫の盛り合わせです。カツオなんかが初ガツオが入ってきてますんで、春のカツオって香りガツオって言われて、地のね、焼津のカツオなんですけども、まあ、近海で取れたものなんで、カツオのいい香りっていうんですかね、はい、朝締めたアジは身が締まって絶品。金目鯛は旨味たっぷりです。老舗の仕事が垣間見えるネタはアナゴです。江戸前のアナゴを使ってまして、その煮汁をですね、詰めていくんですけど、継ぎ足しでやってます。やっぱ旨味がね、どんどん上乗せされていくような感じ、重みが出るっていうんですかね、味に。煮アナゴはとっても柔らか、甘みが詰まったタレがアナゴの甘さを引き立てます。老舗の仕事は定番の竹握りにも。寒天巻きなんかもそのお店によってね、いろんな味があると思うんですけど、昔から同じやり方で煮てます。薄いとこからだんだんこう煮詰めていく、で濃くお醤油と砂糖で甘辛く煮ていく。かんぴょうは甘さ控えめに仕上がっています。ちらし寿司にも代々受け継がれていることが。自家製のおぼろをちょっと乗せて、おぼろはですね、白身だったりマグロだったりいろいろです。本当魚のほぐし身です。ほんのり味がついたおぼろはネタとの相性も抜群です。最近の新メニューがマグロのすき身を使った手巻き寿司。浜名湖のお海苔を使ってます。浜名湖の海苔の特徴はね、香りがいいことなんですね。なのでその香りとマグロのね、南マグロの旨味と。すき身はとろけて海苔の風味が広がりますよ。寿司屋ならではの仕事は手抜くなど、卵は必ず焼けとか、ガリは自分のところでちゃんと仕込めとか、まあ、アナゴももちろん煮ろとかっていうのもそうだし、カンピョも煮ろっていうのもそうだし、寿司屋の仕事を、必ずやって続けていくと。握りやチラシはテイクアウトできますよ。老舗の技が光る八千代寿司鉄です。